チにしたら上出来じゃん。気に入った。芥川龍之介だよ、知ってた？小説家。なんだ小説家。カンチが考えた言葉だと思ったのに、もう正直だな、カンチは。でもさ、そこがカンチのいいところなんだよね。これからもそのままでいてね。うん。じゃあ帰ろう、カバン取ってきてあげる。なんて無邪気に笑いかける、子猫みたいに気まぐれて、一緒にいれば目が離せない、振り回されてばかりいるけれど、なぜか楽しくてたまらない毎日、君といればほら世界は鮮やか、あ、